はい、こんにちは。パ、えート5、国士実践編ですね。やっていきましょう、えー。この動画はですね、4問解説します。で、えー、と問題データダウンロードできるので、先に解きたいとか、後からまた使いたいっていう方は、えー、ダウンロードして使ってみてください。えー、あとですね、えー、最初は簡単な問題からいって徐々に難しくなりますということと,、えー、と、この動画はね、待ち時間は作ってないので、あの解いたり考えたりしたいときは、えー、一時停止を押して、えー、やってみてください。はい、じゃあね、えー、早速最初の問題いってみましょう。ほい 第96回の問題。ちょっと古い問題ですかね。うん。代謝性アルカロイスになるのはどれかっていう問題で、これはね、あの、もう非常に基礎的な問題なので、パパッといきたいんですが、えー、1位、オート。オートはですね、えー、酸性である胃酸をね、えー、なくしてしまうので、代謝性のアルカロイスになるでしたね。なので、1で正解。はい、終わりっていう問題ですね。えっ、ー、と、でですね、この、まあ、正解出たから終わりで、えー、次に行くっていうのはですね、かなりちょっとやばい。 やり方なんですよ、勉強として。あの、紙の本で勉強するときもそうなんですけども、あのー、1問やったら必ず間違い選択肢の内容まで、えー、勉強してほしいんですよね。正解選択肢の内容だけやるっていうのは、1問やって1問の知識しかつかないんです。えー、間違い選択肢の内容までしっかり読むことで、えー、1問やると4問、もしくは5問分の知識をつけることができますから、これは必ずやりましょう。うん、というわけで、2、3、4やっていきますけども、2の下痢。 これは、えー、アルカリ性の腸液を失ってしまうので代謝性の、えー、アシドースになるんでしたね。なので当然、×と。はい、で3の腎不全。腎、えー、不全は腎機能が低下します。腎機能が低下すると炭酸水素イオンの調節ができなくなって代謝性のアシドースになる。これももちろん違う。で4の気が これですね、あのー、パート4とかで出てないんですよ。なんで、飢餓ってどうなるんだってなると思うんですけど、実はですね、えー、パート4でやってる内容でもあるんですよ。まあ、ちょっと何言ってんだって話なんですけど、えっ、ー、と、パート4で糖尿病やったじゃないですか。覚えてますか糖尿病は、えー、細胞が糖質を使えない状態でしたね。使えない状態で、えー、脂質、アミノ酸を代わりにエネルギーとして使う。すると、ケトン体が生まれて、そのケトン体は酸性だから、えー、代謝性のアシロイスになると。 まあもしくはケトアシドーシスということもあるという内容でした。これで、ね、飢餓の時も実は一緒で、えー、飢餓ってね、要はご飯食べれないじゃないですか。だから糖質が足りないんですよ。で、細胞にとってはね、糖尿病で使えなくても、えー、飢餓状態で使えなくても別に一緒なんですよ。それはもう生きるためにしょうがないから、えー、お腹にね、タプタプ溜めてある脂肪とか、アミノ酸を、えー、使っていこう。同じようなそういう反応になるわけですね。なので、結局ケトン体ができちゃって、やっぱりアシドーシスになってしまうというわけなんですよ。 え、こういうふうにね、一見難しく見えても、まあ,あの、ちょっと立ち止まって考えたら、え、実は、まあ簡単だったっていうこともあるんで、え、まあちょっと仕組みを考えてみるといいかなと思います。はい。じゃあ、え、次の問題いきますかね。次は第102回ですね。えー、3延期平行の異常と原因の組み合わせ。これね、組み合わせ問題っていうのは、まぁ、一個一個見ていかなきゃいけないんで、やっぱ時間がちょっとかかると思うんですけども、内容自体はこれはすごく簡単です。なんで、パパッと行きましょう。まず1、えー、下痢。 下痢はどうなるでしたかねあ、この問題は右側から考えた方がいいですよ。えー、下痢では、さっきもやりましたね。えー、もう代謝性のアシドシスになります。なので、もうこれは普通に違います。2番、オートこれもさっきありました。えー、オートは代謝性のアルカロシスになるので違います。え3番、慢性腎不全。さっき腎不全やりました。まあ、これも一緒です。腎機能が低下する。えー、腎機能が低下すると、アシドシスになるんでしたね。なので、3が正解。 で、えー、4、過換気症候群は、えー、CO2 が、えー、たくさん体から出てしまって、アルカローシスになってしまう病態でした。なので、呼吸性のアルカローシスになるから、これも違います。ということですね。じゃ次の問題行きましょう。い第98回、えー、糖尿病性ケトアシドーシスで、えー、血中濃度が低下するのはどれか。えー、出ました。ケトアシドーシス、えー。さっきも言いましたね。ケトン体の増加で起きるアシドーシスのことを、ケトアシドーシスということがあります。と えー、まあ、その問題で血中濃度が低下するのはどれかというものですね。えっと、まあ、これ1から見ていきましょうね。じゃあ1番、尿素窒素。うん。尿素窒素とは何だっていう話なんですけども、これはですね、血中の尿素の量を表すものです。うん。じゃあ尿素って何だっていう話なんですけども、えー、尿素というのはですね、えー、まあ、腎臓から排泄されるべきあ、おしっことしてね、排泄されるべきゴミです。ゴミ。代謝産物ですね。 ええー、まあ、それとね、この問題の糖尿病性血糖足シスと何の関係があるんだって話なんですけども、糖尿病の合併症って皆さん覚えてますかこれあの言えない方は、あのー、必ず確認してくださいね。糖尿病の代表的な合併症の中に、糖尿病腎症というものがあります。で、腎症っていうぐらいだからこれは腎機能が低下するんです。腎機能が低下するってことは、おしっこがうまく作ったり、えー、出したりできなくなっちゃう。つまり、えー、尿素窒素は血中に溜まってしまうんですね。 なので、えー、問題の血中濃度が低下するっていうものには当てはまりません。×です。はい。2番、ケトン体。もうこれも一瞬で除外してくださいね。ケトアシドーシスですから、ケトン体は増えてます。えー、3番、水素イオン。うん。これパート1の内容を思い出してください、えー。水素イオンは増えると酸性、減るとアルカリ性でしたね。今、問題では、アシドーシス言ってます。当然増えてます。低下してません。×。 えー、4番、重炭酸イオンパート4でやりました。えー、重炭酸イオンはあいや、パート4じゃないな。パート3ですね。重炭酸イオンは炭酸水素イオンのことです。うん、で炭酸水素イオンというのは、えー、多いとアルカリ性。少ないと酸性に傾くものでしたね。今は足同士です。当然、今少なくなっています。正解は4。ですね。はい。大丈夫でしょうか。じゃ次に行きます。ほい。これも第98回の問題ですね。 血中濃度が増加した時に呼吸を促進するのはどれかこの問題はですね、まずあの、呼吸を促進するっていうのはどういう意味なんだっていうところから考えた方がよくて、え、呼吸を促進するっていうのはつまりですね、体はどうしたいんですかねうん。え、そうですね、二酸化炭素をもっと出したいという状態なんですよ。え、つまりですね、二酸化炭素をもっと出したいってことは、二酸化炭素を少なくして、 えー、pH をですね、こう、アルカリ性の方にちょっとこう、なんとか持っていきたいという状態です。つまり、体が酸性に傾いている状態っていうことを表してるんですよ。呼吸が促進されるっていうのが。なので、この問題は読み替えると、血中濃度が増加した時に酸性に傾くのは何ですかっていう問題です。こう読み替えると簡単でしょで、えっ、ー、と、まあ、一番から見ていきますと、一番水素イオン。さっきも言いました、水素イオンは増えると酸性、減るとアルカリ性。おじゃあ、血中濃度が増加したら酸性だから、あ、これが正解か、終わりっていう問題ですね。 うん、まあ、あの、一応、あの、最初に言ったように、最初に言ったよ2、3、4もやっていきたいんですけど、2、塩化物イオン。これはですね、あの、まあ、要は塩素のことですね、えイ c スクロールとも言います。で、えっ、ー、と、これはですね、直接 pH に影響を及ぼすことはありません。で、3番の重炭酸イオン。これはさっき言いましたね、炭酸性成イオンのことですけども、えー、これは、あの、増えると pH が上がって、まあ、アルカリ性になってしまうものなので、違います。で、えー、4のナトリウムイオン。これは、えー、pH とは無関係です。という問題ですね。 はい。これで、全ての問題終了ですね。えー、どうだったでしょうか三円形変更バッチリでしょうか、うん、まあ、この調子でね、他の賞もやっていけたらいいなと思います。じゃあ、お疲れ様でした。